ダレーン・デイはアメリカ合衆国の女優。本名はダレイン・ジョンソンでユタ州ルーズベルトのモルモン教徒の家庭に出生。後にカリフォルニア州に引っ越した。1937年にステラ・ダラスで映画デビュー。すぐに RKO と契約を結んだ。1939年にメトロゴールドウィン・メイヤーへ移籍する。マーガレットの旅の予告編より、 軍医は捨てる大佐の予告編より、ゲイリー・クーパーと1940年に海外特派員に主演して一躍注目を浴びる。1941年にはハリウッドの明日のスター1位に選ばれた。1946年は危険な女でも主演する。モルモン教の信仰を固く守り、亡くなるまでいかなる種類のコーヒー、紅茶、アルコールも飲んだことがなかった。 1942年にジェームズ・ヘンドリックスと最初の結婚。1946年12月1日にヘンドリックスとの離婚を申請した。そして1947年1月20日に暫定的に離婚した。正式な離婚が成立し、再婚できるようになるまでは1年待たなければならなかったが、テキサス州エルパソまで旅をし、 メジャーリーグベースボールのロサンゼルスドジャースのレオ・ドローチャー監督と結婚式を挙げた。違法だとして認められず、1948年2月16日まで待って再度結婚した。ドローチャーとは1960年6月に離婚。数日後にテレビのプロデューサーと結婚した。2007年11月10日にユタ州アイビンスにある娘の自宅で死去。 ありがとうございます。